アナウンサーがさ、あ、あ、入った。はあ、入ったじゃねえよ。入るよ、こ、そりゃ。見くびるなよ、まさだ夢の。はい、ゴルフの楽しさを伝えるゴルフエヴァンジェリストのりょうです。国内ツアーの第32戦になります、のぶたグループマスターズ GC レディースの初日の結果を言ってみたいと思います。 まあ見てたら8番のグリーンの傾斜にピンが切ってあってね。いやーすごかったなーまあ他のところもそうなんだけど、もう直角に切れるようなところで打たなきゃいけないパッドが残ってしまったりっていう場所があったりね。ここはきちんとここに狙っていかなきゃいけないよっていう難しくこうセッティングしてやるというか。まあセッティングは去年同様ね、サイキミキプロなんですけども、 やっぱりね、あの、みんなに上手くなってほしいという願いも込めてね。まあ、アメリカじゃあ、これぐらいは、ね、当たり前だよ、というのを、あの、経験してほしい、ということでね、わざと難しくしてあるわけですよ。それでも、あの、まあ、結果見てください。ほら、トップでね、7アンダー出してますよ。これぐらいの、こう、あの、セッティングであったとしても、まあ、右、左、 あの、端から4ヤードとかね、端に切ってあってもガンガン狙ってくるという選手が増えてね、その通りに、こう、打てる技術が備わっているという選手が増えてきたということですよね。だから、最近ミキプロもすごく難しいセッティングにしてあっても、まあ、期待通りに、あのー、 まあ、スコアを出してくれるっていう、そういうことをこ信じてやってるんでしょうね。難しいって言われるけれどもね。ある人にはもう意地悪だと言われるらしいですけどもね。やっぱりトップはこうやってね、スコア出してくるんでね。まあ、そういうふうに難しいセッティングにしてやるのをちょっとね、あの、ご覧になって、あの、行く方は、あの、4日間のうちね、土日は地上波で、 やってくれますんで。まあ、そういうのを、あの、ちょっと。まあ、地上波はちょっとやる時間短いけどね。短いけれども。まあ、地上波 MBS だから見れる人少ないのかな。BSTBS でやるから、そっちは見れるでしょ。みんなね。なので、まあ、そういったところを、ちょっとチェック、土日チェックしてほしいなと。まあ、ピンの位置がちょっと変わり、変わるからね。まあ、なんとも言えないんですけど、最終日とか。 ま、三日目とかね、ムービングサタデーなんかは、ま、ピンの位置とかをこう見ながら、あの、楽しんでいただければなと思いますけどね。トップの E ミニオンはね、スイングスピード最近落ちてきたと言ってましたね。だから、見てる人は全然変わらないと思うかもしれないけど、私自身の中では今日は120%ンブりで言ってましたと言ってましたけどね。まあ、 まあ、それでスコア出せているんだから、まあ、いいんでしょうね、スイングはね。で、桑木しほちゃんも今日はいっぱい映ってましたけどね、しほちゃんファンの方は、やっぱり UNEXT に入って見てほしいかなと。ダゾンより UNEXT ですね。はい。なぜかというと、UNEXT はポイントももらえるし、そのポイントで、あの、本を買ったりね、あの、ネットで見られる、あの、本を、 買うことができたり、新しいあの映画なんかもレンタルすることができると。まだまだこう、レンタル期間中はね、あの、ネットフリックスとかそういったところでも出せないような新しいやつをね、あの、レンタルでそのポイントを使って見ることができたりとか。まあ、いろんな雑誌なんかも無料です。ゴルフ雑誌みんな無料ですよ。ゴルフダイジェストとか、アルバネットとか。あの、そう,そういうの全部無料です。 無料で見れます。ネット上だけですけどね。あのー、雑誌自体は届かないですけど。だから、あのー、年末、これからね、あのー、来年のカレンダーが付く、付録で付くやつは、あのー、もらえないけれども、雑誌の中身っていうのはただで見れますからね。UNEXT、うん、に入っていれば、そういった特典もありますのでね。UNEXT、うん、がおすすめです。ドラマも、アニメも、あのー、映画も、すごく充実しておりますね。そうして、 2位ゆーちゃんと、さくちゃんと、そして高木優奈ちゃん、この3人が3位タイにつけてありますね。まあ、ニーユちゃんももう、あのー、優勝争い絡んでね、もう名前みたいに2位はいいよと、優勝したいと思ってるでしょうけど、この間、あのー、インスタでね、 あの、10秒ストップウォッチで測るっていうのをやってましたけど、に、ゆうかちゃんと山下みうちゃんがね、一緒に出てましたけど、山下みうちゃんの方が年上なんだけどね、ため口でしたね。あの、関西なのでね、同じ関西なの,でなので、ただ10秒測るっていうだけなんですけどね。まあ、10秒からどれぐらいずれてるかというようなことをやるのに、山下みうちゃんは、あ、もう一回もう一回ってね、スタートの時の押し方がちょっと、 用意スタートって言ってから押すのか、用意スタートでピッと押すのか、ちょっと迷ったからとかってね、そういうので、もう一回やり直しって言ってね、やってましたけど、ニーユーちゃんが、本気やんとか言ってね <laughs>、すごい突っ込んでましたけどね。まあ、年下なんだけどね、ニーユーちゃんの方が一個下なんだけれども、思いっきり突っ込んでましたね。ため口でした。まあ、そういう仲なんでしょうね。 はい。そして、ようやく、サクちゃんがいいところにつけております。初日ね。まあ、初日だけ出て、まあ、後がちょっと続かなかった、なんていう選手が結構いるんですけどもね。そういったことにならないように、ぶっちぎってほしいですね。このままね。サクちゃん頑張って。まあ、その次に、高木優奈ちゃんも来てますね。まあ、佐藤美優ちゃんも来てます。その下にね、1打差で。高木優奈ちゃんが まあ、佐藤美優ちゃん、同じ神奈川なのでね、あのー、ずっと可愛がってた子らしいんですよね。ジュニアの頃から。まあ、なのでね、この二人もね、ぜひ頑張って。あのー、今度は佐藤美優ちゃんが優勝したのでね、今度は高木優奈ちゃんが。まあ、ダイヤモンド世代の高木みゆ、あ、佐藤美ゆちゃんと、高木優奈ちゃんは黄金世代です。さくちゃんと同い年ですからね。 ちょっと苦労してたあの、プロテストね、あのー、7回目、6回目か。な、なんで、ようやくね、あの受かって、去年受かってね、一応ルーキーではあるんですけどね、ルーキーイヤーですよね、今年はね。まあ、他の先輩方から、あんたはルーキーじゃないと、いつも言われてるそうですけどね。やっぱり、あれですよ、あの、ステップでもうすでに優勝してますからね。2018年の規制が変わる前、 制度が変わる前に、まあ、プロテスト受かってない人でも QT 受けられた時代に QT でいい順位で、あの、ステップに出られたり、レギュラーの方に出られたりしてましたから、まあ、その頃から、あの、戦っている周りの先輩方は、あんたはルーキーじゃないと、ね、え、つも言っておられるそうですけどね。 で、その次、まあ、尾関あみうちゃんとかはね、今日たくさん映ってたのでね、あみーちゃんファンの方は、ぜひ、ユーネクストをご覧ください。まあ、山下みうちゃんも、まあちょっと、あの、3アンダーだと、他の選手が結構上にいるから、まあ、ちょっと山下みうちゃんファンは納得いってないかなと思うかもしれないけど、だいたいこの辺からどんどん後半で伸ばしてくるんですよね。初日2日目、 で、そこそこの順位から、ドドドっとと、こう、ね、あの、優勝圏内に入ってくるというのが、山下美桜ちゃんのいつものパターンですからね。ちょっと、ホールバイホール見せましょうか。はい。ミニョンは、ノボギです。で、高木、あ、桑木志穂ちゃんは、まあ、今日たくさん映ってたのでね、見たい人はユネクスト見てほしいんですけど、高、え、高木って、もう何回も高木って言ってたから、高木って言っちゃうな。桑木志穂ちゃん、 あの、3番からね、3連続バーディーあったんですけど、インタビュー受けるまで、ああ、そうだったんだって。初めて気づいたそうですけどね。だけど、私は一番良かったのが2番。まあ、アプローチね。グリーン外してからの難しいラフの深いところからのアプローチ。ピンが近いところだったんだけど、転がしじゃちょっと寄せにくいと。あの、端からね。 グリーンの端からピンが近いので、ちょっとグリーン狙う、直接落として、あの、転がしでいくと、ピッチエンドランでいくと、ちょっと厳しいかなと、オーバーしちゃうなと。これ一つ間違えば、グリーンに乗らずにラフで止まっちゃうというところだったんですけど、お見事なロブショットでした。ふわっと高く上げてね、ピタッと寄せてパーを取った。このロブショットが私はもうバーディー取ったところよりもすげえと、さすがだなと。 思いましたけどね。まあ8番、さっき言ったようにね、あの、傾斜のところにピンが切ってあるからね、バックスピンかかってビューッと戻っちゃったりするとね、ピンからどんどん離れていっちゃったり。で、あの、今日びっくりしたのがね、まあ解説やってた、あの、セッティングもやっている、最近ミキプロが、ね、解説だったんですけど、まあデビュー当時はね、桑木志保も、あの、少し、 キャシャだったけど、トレーニングしてね、一生懸命頑張って、しっかり体を、あのー、作ってきましたね、って言ってたんですけど、え、キャシャ <laughs> キャシャと、ちょっとね、はてなって感じでしたけどね。桑木志保ちゃん、デビューからそんなに体格は変わって、あのー、まあ、なんていうの体、もう、脱げばね、 脱がすわけにはいかないけど、脱げばね、やっぱりトレーニングの結果が、その体にね、あの、出てるでしょうけど、その、なんか、この見えない筋肉、あの、インナーマッスルとかね、そういったのを鍛えてるから、あの、外見じゃわからないところをこう、一生懸命鍛えたんでしょうけども、キャシャではないんじゃないと。<laughs> まあ、皆さんがどう思うかは知りません。うん、私はちょっとキャシャ。 っていうのに、こう、引っかかってしまったんで <laughs>。えって言ってね。はい。まあ、いいんですけどね。それから、サクちゃんですよ。これね、あの、10番から今日スタートした,た、してたんですけど、18番チップインはね、これ X で見られます。Twitter の方で見られますからね。え、JLPGA の公式ね、X のアカウント見てください。まあ、他のスーパーショット集みたいなのもね、あの、出てますよ。 なので、そういったところだけは見られます。あの、そういったいいシーンっていうかね、それだけは見られます。まあ、見たいのはそこじゃないんですけどね、本当はね。あの、いいシーンだけ見ても、ああ、すごいね、というところばっかりなんですけど、さっき言った桑木潮子ちゃんみたいに、このロブショットとかね、あ、ロブショットは出てたかな。まあ、そういったところで見事なパーセーブとか、あそういったところもぜひ、 見てほしいなと思うんですよね。よくここはパーでこらえたというところとかを、あの、ちょっとね、ダイジェストだと出さないようなところをぜひ見てほしいなと思いますよね。で、高木優菜ちゃんなんですけど、今日10番がね、本人的には、あの、2メートルのパーパットがこれ入ってくれたと。なので、その後の後半の流れも良かったと。 あの、13番で4、5カップぐらいこう左に打ち出したスライスライン。もうぐーっと右に切れるすご,いすごいスライスラインをぶち込んだしね。いや、これは素晴らしかったですよ。先週はね、なんかインタビューで言ってましたけど、ショットがわけわかんなくなっちゃったと。なので、トレーナーさんとかコーチとか、いろいろこうショットを調整して、今日、あの、今回はいい方向に、まあ行って、あの、今日スコア出たんじゃないかというふうに。 本人は言っておりましたけどね。ノーボギーですから。まあいいじゃないですか。ねえ、クちゃんもノーボギーですからね。ボギーないっていうのはやっぱり素晴らしいですよ。そして佐藤美宇ちゃんもね、4番のバーディーはね、5メートルぐらい入れたんですよ。やっぱり長いパットね、入れてスコア作っていく場合がね、伸ばしていく時多いですよね、佐藤美宇ちゃんって。まあ16番はちょっと危なかったバーディーでしたけどね。 カップ一周回ったからね、完全に一周回ったよね、あれね。16ファンのパッドは。本人も笑ってましたけどね。まあ、まあ、なんていうかね、まあ、優勝しましたけれども、優勝する前からね、少し結構、あの、なんていうのかな、あの、柔らかい表情で、あの、プレイすることが増えた、増えたなと、私は思ってるんですけどね。はい。もう、佐久間朱里ちゃんもこの位置でね、 あの頑張ってますすから十分届く位置ですよねそれから次まあたくさん映ってた尾関あみゆちゃんも8番左の方にオンしたんですよさっき言った8番ってあれなんですよあのピンのまあ傾斜がねえ あるところにピンが切ってあるんで、すごい難しいショットに、あパッドになっちゃうところなんですよね。8番のグリーンを左の方にオンしてしまうと、下りで思いっきりスライスするラインになってしまう。これは寄らないと。まあ、ワンピンぐらい、オーバーぐらいで留めたら、もうナイスだなというぐらいの、あの、ピンの位置だったんですよ。これ3メーターオーバーしました。 案の定ね。でもこれぶち込んだんだよね、返しでね。ナイスパーセーブでしたね。まあこれがなかったら、ちょっと後半、あの、ドドドッとこう崩れたかもしれない。あの、ボギー打った後にバウンスバックできずにね。まあそういった流れになったかもしれないっていうね、8番でしたね。それから山下美夢ちゃんも先週よりね、このスコアだったんですけど、あの、ショットの感触がいいと。 まあ、先週 <laughs>、優勝しましたけどね。優勝したんだけど、エッティを振り切って優勝したんだけど、先週よりショットの感触がいいと。ええと思いましたけどね。でも本人はそう言ってるんですよ。なんかスコアと直結しない場合が多いんですよね。プロの場合はね。特にトッププロは。あの、スコア出ちゃった時と、まあ、ショットの感触が良くて、そのまま、 あの、スコアにつながった時と、全然パターが入らずに、あの、ショットの感触がいいのに、全然ダメだったという日もあったり、まあ、スコアとも直結しないところがまた、あの、ゴルフの面白さでもありますけどね。それから次行ってみましょう。ナッサーがね、2アンダー。まあ、インタビューで答えてましたけど、グリーンがすごく綺麗でって言ってましたけどね。アメリカ汚いもんね。<laughs> アメリカのグリーン汚いよね、本当にね。ポコポコね、ポアナで跳ねたりするしさ、芝がなくて土が見えちゃってるところとかもあるしさ、見るからに汚いもんね。日本のグリーンは本当に整備されてますよ。だからこそ、アメリカ行ったら苦労するっていうのはある、あるんですよね。こんな汚いグリーンなのと。<laughs> え、こんなポンポン跳ねちゃうのと。 いうところでやってるからこそ、あの、すごく綺麗なグリーン。だからといって、ポンポン入るわけではないんだけれどもね。そういった、あの、難しいところにピンが切ってあるっていうのもあるから。まあ、ショットがうまくいかないと、まあ、狙いづらいところに、あの、落ちて、パッと、難しいパッドのラインになっちゃうとかまあ、そういった難しさもあるんですけどね。また、さらに難しいっていうのがアメリカのツアーの 使うググリリーーーンンですよねコースのグリーンとなんか本当に自然のまんまみたいな、あの、ちょっとね、あまり整備されて、整備してるんだけどね、整備されてないようなセッティングのところがね、映像を見ててもわかるでしょ。まあそういったところでやってるから、まあ、多少はね、慣れておかないといけないかなというのはありますけどね。まあそんな汚いグリーンで日本はやらないよね。結構ね、まあ、 いやいややんや言われるでしょう。グリーンキーパーさん、何やってんのみたいなね <laughs>。そんな感じで言われちゃうからね。日本人は真面目ですからね。頑張るわけですよ。グリーンキーパーさんもね。それから、三ヶ島かなちゃんは全然映んなかったけど、まあまあでも、2アンダーだったらね、いいでしょう。それから、吉田凛ちゃんと吉田優里ちゃん、仲良く2アンダーです。<laughs> だからって言ったら明日同じ組にはなりませんけれどもね。 あの、初日二日目が同じ、あの、ペアリングになるのでね4。4日間ですから。で、まあ、正田夢乃のちゃんですよ。ちょっとホールバイホール見てください。はい、これね。まあ、イーショソンがね、8番でイーグル取ったんだよ。これすごかったけどね。それはいいんだけどね。正田夢乃のちゃんね、1番でね、奥のバンカー入れちゃったんですよ。で、4メートルぐらいパパッとね、残っちゃって。 これ開始入れたんですよね。よしと。まあ、こういうのを、あのー、入れて踏ん張って、スコアっ作っていくのが、まあ、さだゆめのちゃんの、あのー、いつものパターンですよね。結構長いパーパッド残っちゃったりしても、これをぶち込んでいくと。6番ではね、4メートルぐらい入れたら、入れたバーディーなんですけども。まあ、9番では落としたけども、あの、10番でね、2メートルぐらいのパーパットが残ったんですよ。 で、打った瞬間、アナウンサーがね、あって言ったんですよ。あって言った後、あー入ったーって言ったんですよね。あー入ったじゃねーよ、入るよ、と。うん、ふざけんな、と。<laughs> 何があーだよと。<laughs> なんかもう、ね、え、危ないのみたいな感じで思ったけど、ね、アナウンサーがカップの位置がどこにあるか、ちょっと見づらかったんじゃないね、だから、 あれ、外れたのかなと、ここら辺になんか、あの、穴があると思ったところを過ぎたから、あって言ったんだろうけどね。いや、あじゃねえんだよ。入るんだよ。まさだゆめのちゃんは入るんです。こういうのを入れて、入れてパーパー、あのパーパッ、あの、パーパッ沈めて、あのパーで、あのパーセーブして、まあ、決められるところをどんどん決めていくというのが、まさだゆめのちゃんのゴルフですからね。 ま、15番でもね、ビタッとつけて、3打目ね、パー5の3打目、ビタッとつけてのバーディーはちょっと気持ちよかったなぁ。17番落としちゃったけどね、それでも、ま、21だったら、ま、なんとかいいでしょう。狙えると思います。そして、今日、ね、吉田優里ちゃんが、ま、吉田優里ちゃんは今日ね、あの、プラチナ世代の3人でしたからね、後藤美優ちゃんと、あと安田優香ちゃんと、ま、たくさん映る、 ペアリングでしたからね。ずっと映ってましたけど。まあ、パターンの打ち方変えたのかなと思いましたね。あの、肘の角度がね、以前と違うんですよ。これね、自然となったのか、わざとそうして打ち方変えたのかはわかりません。わかりませんけれども、以前のパターンの打ち方とはちょっと構えが違うかなと思いましたね。肘の角度がね、 あの、以前はもっと、あのー、90度に近かった感じだったんですけど、ちょっと肘は、肘の角度が緩やかな感じで構えるようになりましたよね。16番の15メートルぐらいのパッド惜しかったなこの16番は、ちょっとね、あのー、ってやれば、誰かふーってやれば入りそうなやつでしたけどね。まあ、これを逃して3連続。もうちょっと待ってたら入ったのかな分わかんないですけどね。 ちょっと角度によってあの、すごい近かったと思うんですけどね。はい。それと、武田理央ちゃんですけど、あの、武田理央ちゃんは10番からスタートしてるんで、前半はね、ま、しょっぱなバーディー取ったんだけど、前半でね、スコア2つ落として2オーバーで折り返したんですよ。で、後半に入ってから、やっぱりね、最後の9番で、7、8メートルぐらいあったかなバーディーパット。これをぶち込んでね、 アンダーに持ってきました。まあ、ここはさすがですね。こっから伸ばしていくんじゃないですかどんどんと。ねそれから次行ってみましょう。次。まあ,あ、吉原ルミルミはここですけどね。で、ウェイティングで待っていたスエちゃんがね、スエユイカちゃんがなんとか出れるようになったんですよ。欠場者が出てね。もう一人欠場者出たんですけど、ウェイティングで待ってなかったんでしょうね。スエちゃんは待ってたそうです。 で、出場できました。で、ワンアンダーですからね、いい位置につけています。まあ、末ちゃん、ね、あの、渋子ちゃんの後輩ですよ。1個下の後輩、あの岡も、岡山、岡山、桜高校ね。ね、末ちゃん、前から私言ってますけどね、最近はやっぱり、ちょっときあの、日に焼けたのでね、そうでもないんですけども、前は本当に白くてね、あの、透き通るような白さ。 みたいな感じの肌の白い子なんですよ。だからまあ、あのー、服脱げばね日にや、日に焼けてないところは真っ白だと思いますよ。ね、サクちゃんより白いかなっていうぐらい白かった。なんか、なんていうの赤ちゃんの肌みたいな肌してたんだよね。最近は日に焼けてね、少し黒くなったけど。なんかあの、すごい、なんかプニプニの ねえ、肌してるんですよね。だから、なんか、ちょっと気になってね、いつもね、見てるんですけどね。それでいながら、ちょっとね、まあ、動画であるのと、それと、程よい、ムチムチ感というかね <laughs>、それがね、やっぱり、せいちゃんのいい、あの、いいところかなと。<laughs> いいところっていうかね、まあ、ゴルフを見ろって言われちゃうでしょうけど、まあ、いいんです。ね。 ゴルソバでもね、優勝してるしね。まあ、13番でね、6メートルぶち込んだりしてましたからね。まあ、今日良かったと思いますよ。ウェイティングでね、待ってた甲斐がありましたね。まあ、ホールバイホール見てください、これね。はい。ボギーが先行してたんですけど、頑張りました。で、アベミですよ。アベミがね、前半4ーオーバーだったんですよ。後半見てください。5連続バーディーです。 そして、アンダーに持ってきてのフィニッシュと。今日はね、ねあの、結構映ってましたけど、たまにね、あのー、あの、抜かれて、まあ、映ってましたけどね。まあでもね、あんまりこう、しょっちゅうは映らなかったからな、ちょっと残念でしたけどね。まあ、高校の時のね、彼女と体型が一緒なんだよな。<laughs> <laughs> あの、高校の時のね、彼女はね、おっぱい大きかったんですよね <laughs>。もう、体型そのまんま、安倍美と同じような体型してるんですよね。まあ、だから、ちょっとね、他人とは思えないっていうね。まあ、北海道出身っていうだけじゃないんですよ。安倍美を応援してる理由はそこにあるんですよね。なんか気になっちゃってね。まあ、それはね、ゴルフと関係ないからいいんですけどね。で、その次行ってみましょう。あ,あ、その次ね。 川崎はるかちゃん、今日、最後の18番50センチ外したのは、ま、あれはもったいなかったね。さすがにね、ね、ワンアンダーでフィニッシュと思ったら、あれを外してのボギーで。いやー、50センチも外れるところもあるんですよ。ラインによってはね。あの、カップに蹴られたんじゃなくてね、カップにかすりもしなかったというね、外し方。50センチですよ。まあ、そんなところもあるんですよ。ね。 それと、川本ゆいかっかですね。今日はね、惜しいパッドがたくさんあってね、多分ね、あれ入ってたらもう4アンダーだったね、今日ね、多分。本当に惜しいパッドがたくさんありました。4つ、5つあったんじゃないかな。もう、あの、もうちょっと待ってれば入ったかもってね、思うようなカップの縁で止まっちゃうようなパッドがね、たくさんあってね。 4アンダーでもおかしくない成績でしたよ、今日は。ほんと、冗談抜きで。なのでね、明日から、そのパッドが入りさえすればね、ドカンと伸び,伸びていきますよ。ショットい、e、いからね。はい。それと、ディフェンディングチャンピオン、菅沼ナナちゃんですけど、なかなか伸ばせないね。1アンダーが今カットラインですね。50位タイまでだから。まあ、 最後の9番でもね、1メートルのパーパット外してしまってね、もったいないなぁと思いましたけどね。まあでもね、まあそれでも、なんとかね、まあ後半巻き返して、後半というか明日巻き返すね。なんとか予選は通過して、そこからどんどん伸ばしていくという感じですよね。でね、その次見てください。はい。 仲良く桜くが二人並んでるんですよね。同じペアリングで、同じスコアというね。珍しいですよね。はい。まあ明日はね、まあ初日と同じペアリングで、あの前半後半入れ替わるっていう感じですけどね。それから今日よく映ってた後藤美優ちゃんが3オーバーと、ちょっとね、映ってる時になかなか伸ばせなかったのはね、残念ですけど。さらには、 安田祐香ちゃんがフオーバーなんですよ。今日はちょっとね、パッドは入れなかったですね。森田里香子ちゃんも映らなかったしなぁ、と思いましたけどね。はい。それからその後、ね、これが最後のページになりますけど、稲見萌音ちゃん5オーバーです。完全に出遅れました。もう全然、あの、パッドが入ってる、あの、ところじゃないところがちらっと映った程度でしたけどね、今日映ったのは。 藤田佐伯選手は途中棄権しておりますけどね。まあその前に新海ミ選手と青木セレニャンがね、あの、欠場ということでね。今日さ、さっき言ったね、増田夢イメロちゃんのパーパットの時、あっって言ったアナウンサー。まあ最近韓国選手が勝ってないですね、と。まあ、イー、あの、イーヒョソンがね、15歳のはイーヒョソンがあのメジャーで勝ちましたけど、それ以外は、 元々いる韓国選手全然勝ててないと。しばらく勝ってないという話をしてたんですよ。で、まあ日本人選手、アメリカツアーでもね、やっぱり、あの、エッティがメジャー取ったり、笹ソ優ユちゃんが取ったり、まあシブコちゃんも復活して単独2位だったり、ベスト10フィニッシュしたり、 まあ、最後、まおちゃんが優勝争いしたりとか。まあ、そういう優勝争いなんかも、あの、しょっちゅうするような感じには確かになってきたんですけどね。アナウンサーが言うんですよ。日本選手、アメリカでの勢力図が変わりつつありますよね、と。だけど、まあ、正直、まだまだ追いついてないんですよ。なぜかというと、世界ランク見ればすぐわかります。世界ランク100位以内に、 韓国人選手何人いると思います日本選手は、あの、今週発表されたあのランキング、あの世界ランキングね。あの、メルセデス、メルセデスじゃない。あの、ロレックスランキングね。世界ランキングが日本人選手100位以内が17人です。17人。で、韓国選手 何人いると思います ?30 人なんです。30人です。韓国選手30人です。100位以内、世界ランク100位以内に30人います。韓国だけで、あの、ポイントを伸ばしてる選手もたくさんいるので、名前聞いても全然聞いたことないなっていう人もいます。もう、約倍近い人数が100位以内に。 ポイントのランキング、ね、あの、世界ランキングに入っているということで、あの、勢力図が変わりつつあると、アナウンサーは言ってましたけどもね、もうちょっとかかると思います。今年ね、武田りおちゃんとか、あの、原ゆり香ちゃんとかね、それから山下美優ちゃんとか、岩井姉妹とか、まあ、あの、旧シリーズ受けると、 言っておりますけどもね。原エリカちゃんはセカンド来週かなハリケーンでちょっと延期になったので来週になると思いますけども。まあそれをね、あの、予選会通過してね、レギュラーツアー出られるとしましょう。それでも全然足りないんですよ。全然足りません。まあ韓国選手、まあ優勝から遠ざかってるっていう選手が多いので、まあエイミー・アンが今年ね、メジャー取りましたけれども、 まあ、それ以外の選手、あまり優勝してないなっていう印象じゃないですか。なので、まあそうでもないんじゃないもう日本選手がね、韓国抜かすよっていう人もいたんですけども、数字的に見てね、世界ランク100位以内、日本人選手17人、韓国選手30人と、大幅に差を開けられているっていうのは現実です。だからもうちょっとかかります。 もうちょっとかかります。なのでね、もうこれを抜かしてね、もう日本人選手が、もう一時期韓国人選手がすごく強かった時期を超えてね、日本人選手がもう優勝争い当たり前という感じにこれからなっていってほしいなと思いますけどね。 はい。それではね、コメントをいただいているので、少し読んでみたいと思います。マスターズ GC レディースの組み合わせの紹介の動画に、あの、コメントをくださった方、読ませさせていただきたいと思います。銀太郎定食さん。えー、西山ゆかり姉さんがいるじゃはいかい、いるじゃはいか <laughs> ないかか。はい。まあ、西山ゆかりさんいますけどね。まあ、どうなるでしょうか。洋梨犬さん。 山梨県産かなちょっと分かんないですね宮,崎宮沢美咲の準シード刺周なるか胸厚な残り4試合まあシードを目指しているでしょうからね準シード刺しじゃなくてね上を目指していると思いますよそれからミリンメロンさん森田里香子選手は穴井選手と同じ組になってほしかったですね鈴木愛選手が復帰してきましたね吉田優利の吉田優利選手の活躍が見たいなと。 まずまずでしたけどね。で、まあ、アナイララ選手が今日、ドライビングディスタンス1位です。で、森田里香子ちゃんは、あれですね、ちょっと抑えたのか、スプーンで打ったのか、ミスショットして伸びなかったのか、分かりませんけどね、増田夢乃ちゃんよりも、ドライビングディスタンスの計測ホール、2ホールは飛んでなかったです。なので、 あのスプーンとかファイブウッドで打ったのかもしれないですね。フェアウェイ狭いからって言ってね。ドライバーがうまく今日は行かないということでね。あの、抑えて打ったのかもしれないという感じですかね。それから大山春夫さん。稲見萌音ちゃんを応援しています。ちょっと初日はね、悪かったですけどね。しばらくスイングや体調などで最悪の状態みたいですね。この辺で優勝しましょう。無理かな。うん。初日の成績を見てしまうと、 ちょっと無理ですね。さすがにこっから追い上げるのはかなりきついと思いますね。それから、和昭井上さん。リカ子様命命、ね。出遅れたけど、まあ、あの、プレイしてるのを見てるだけでもね、ファンとしては嬉しいでしょうね。それと、馬場咲好き。<laughs> 出てませんけどね、今回はね。それから、ケンシーさん。 いいのかなシード権の争いも激しく優勝争いも最後までわからなくなる時期ですね今週は桑木、えー、しようかなと思っていますまあ、スタートダッシュ決めましたね先週も良かったですねあとは畑岡なさですかねとまな、あ、サもちょっとねあのアメリカツアーでやってるコースとはちょっと違うのでね久しぶりの日本コースですからちょっと戸惑いが あるかもしれないですよ、ね、ちょっといつもの感触と感触というか感覚と違う感覚でやらなきゃいけないっていう部分がしっかり早めにアジャストできるかというところが勝負になってきますかね。まあそれでもスコアは作ってくるとは思うんですけどね。はいそしてこれが最後ですかね。えー、竹人さんでいいのかな遠山竹人さんでいいのかなちょっと。 ね、読み方違ったらすいません高木さん初日6アンダー頑張ってください後輩の三羽さんえ優勝したから刺激をもらって続いて優勝しちゃいましょうとうんまあ高木優奈ちゃん頑張ってますからね初日先週はもうショットがわけわかんなくなったと言ってましたけどなんとか頑張っておりますのでねあと3日間ねいいプレーを見せて次の黄金世代の優勝者としてね 名乗りを上げてほしいですね。このチャンネルではこうしたプロの試合の解説の他にもね、いろいろな動画をアップしています。このチャンネルのアイコン、侍が100を切っているアイコンがありますけど、このアイコンをクリックすると、本の見出しみたいにね、いろんなテーマの動画をまとめてありますので、 試合の解説以外には他にも百、まあ、切りを目指す方の参考になるレッスン動画などを実際に自分で試した動画とかね、話のネタになる豆知識とかね、ランキングとか、まあ、他のツアーなんかもやってますのでね、解説。そういったのもありますので、よかったら見ていってください。まあ時間ないから後で見るよって方はね、とりあえずチャンネル登録だけしておいて後で見ていただければと思いますのでね、チャンネル登録っていう下のボタンをね、クリックしておいてください。